相当登場したですね、金子亮が6歳、小学校1年生ですね。学校はですね、太田市の九博小学校というところでですね、小学校1年、今年だから入学したところですかね。まあ、亮河君、もともとですね、お父さんがやられてたヘリコプターに興味を持って、まあ、2歳ぐらいからですね、まあ、いわゆるトイラジと言われる機体をですね、ドライバーでですね、分解しながら、いじって回していたというふう、まあ、ゲーム感覚でですね、飛ばしているとはいえ、やっぱりなかなかここまではできない技ですね。